こんにちは。現在、就職活動中の島川です。今日はですね、ドイツの、バイエルンミュンヘンの B チームでいいのかな？合ってるとは思うんですけど、に所属している福井太一選手とご飯に行ってきます。先週ですね、太一の方から、LINE 来まして、日本に帰ってるので、食事に連れてってください、と、いうことで、いいけど YouTube 出てねっていう、はい、契約成立で、鳥栖市にある晴れまで食事をしたいと思ってるんですけど、それまでの時間に太一に、まあドイツのことだったり、どんな生活を送ってるのか聞きたいことがたくさんあるので、僕自身もすごく楽しみです。それでは、迎えに行ってきます。お疲れ様です。久しぶり。すいません、お待たせしました。どこ行ってた？友達迎えに行ってたっす。これ何？ドイツお土産です。マジで？はい。ドイツから何？お酒？はい、分かってるね。どうも、ちょっと座る前に自己紹介だけして。ドイツのバイエルンミュンヘンでやってます。福井太一です。福井何？福井太一です。はい、お願いします。何歳？19歳です。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、いいんじゃない？いいっすか？うん。今日はですね、僕の愛車、このゴールドミラーの中で、撮影してみたいと思います。俺ここいます。いいっしょ、俺のゴールドミラー。めちゃくちゃいいっす。めちゃくちゃいいっしょ。すごいっすね。うん。まあまあ、とりあえず、今は、なんで日本にいるの？今は、ウィンターブレイク。うん、冬休み、期間休みがあったんで。うん。うん、でも今年さ、なんかトップで出たよね、バイエルン。はい。あれ、リーグ？いや。リーグじゃなくて、カップ戦ですね、うん。一発トーナメントなんで、天皇杯。ああ、そんな感じね。みたいな感じです。それが A チームのデビュー戦、はい、そうです。それやばいことだよね。冷静に。そうですね。なんか自分がいざそうなると、あんまりそんな感じはしないですけど。そのスタメン組は出てたの？何人かは。あ、はい、出てました。誰？どの辺？ほぼ。あ、ほぼスタメン組だった。ほぼスタメンでしたね、一回戦から。でもまあ途中からだったね、僕の場合は。ああ、まあスタメン組でしたね。ちょっと今、今年さ、はい、バイエルン全然見てないんだけど。はいはい。誰いんの？誰？最近。で、監督がさ、はい、名前なんだっけ？トゥエルス。そうだよね。はい。すごい。すごいっすね。あ、そう。はい。トゥエルが監督だもんね。トゥエル監督です。どう？トゥエル、まあなんか。細かい、戦術。そうですね。でも意外とシンプルなことも多いんで。わかりやすいっちゃわかりやすいし。どんな？もう。選手使って、うん、もう子で剥がすみたいな。めちゃくちゃ分かりやすいんですね。はい。ほんとシンプルっす。で、まあ、その中にまあ、細かい部分ありますけど、うん、まあ、基本的にそんな感じです。まあ、確かに、そんだけの子がいたらさ、はい、バイエルンにはい。そりゃもう子で剥がせってなるよね。そうですね。いや、選手は誰いる？選手、まあ、もうほんとビッグネーム。ケイン。ハリー・ケイン。さ、ケインいるじゃん。はい。ハリー・ケイン。あ、そうだよね。まあ、ミュラー。ミラーか。はい。うん。君ひ。うん。すごいな。うん。どれちょだい。ゴレツカ。ゴレツカ。うん。サネ。そっか、サネ。ムシアラ。うん。まあ、ニャブリ。やばいやばい。センターバックは？センターバック、ミンジェ、キム・ミンジェと、ウパメカの、デリフト。あ、すごいな。はい。ポカールはさ、1回戦出たわけじゃん。はい。周りもそのメンバーだったの？そうですね、周りもそのメンバーでした。いや、めちゃくちゃうまい。めちゃうまい。素人な質問で。めちゃくちゃうまいっすね。はい。技術、下手な人はいないっすね。なんでそれ出れたん？ポカール。すごくない？たまたまーすね。今年はだから、その B チームではずっと試合出てたんで。ずっと試合出てました。トップチームは何人？ 2 チーム作れるか作れないかぐらいで。22。フィールドが22とか。で、まあ、怪我人も結構出るんで、うん、それも重なって自分が、っていうのはあると思いますけど。B チームは何人？B チームも、そんぐらいですね。22試合組める、はい、2チーム組めるかどうかぐらいの人数だ。で、だから、その、例えば、紅白戦とかさ、はい、怪我人出るじゃん。はい。もう紅白戦なんてやんないのか、シーズン中。いや、でも、戦術確認とかもあるんで、はい、日本でいうさ、はい、ユースから、はい、練習、こうやって。そうです、そうです。そんな感じです。だ前日とかに、あ、そうです。ポンって。スタッフから連絡来て、はい、明日トップ行ってみたいな。もう全部同じ施設？
練習場。同じです。住んでるのも、その寮、今寮でしょ。はい、また別なんですけど、セカンドの練習場とトップの練習場は一緒なんで、まあ横でやってるって感じです。え、寮はどこにあるの？寮はまた別の、そこから車で30分ぐらい。あ、車で移動してんのじゃん。あ、そうです。あ、そのバイルの敷地内にあるわけじゃないんだ。はい、また別のところにユースの施設があって、そこに寮があるんで、まあなんとかやってます。いや、ちょっと興奮してきたよ。本当ですか？そうだよ。いや、すげえよ。だってバイエルンだもん。まず、太一はさ、俺とのさ、関わりはさ、はい、まず、高1の時だったじゃん。はい、そうです。太一が高1で、はいはい、まだあの時は、ユース。だから、キャンプ前で、ね。キャンプ前で。だから、俺も入ってきたばっかで。で、自分も、初めて練習参加行くぐらいの時で。で、初日の練習で。初日の練習で、走りで、はい、太一が、めちゃくちゃ怒られてたよな。そうっす。全然入ってなくて。いや、でも俺覚えてんのよ。そのユースで、はい、あ、こんなに走れない子いるんだって。そうです。ずっと言われてて。そうで、めちゃくちゃ印象残ってんの。はい。で、後々聞いたら、高1ですって言ってて。そうです。あ、すごいねっていう話し、なんかした気がする。はい。で、その後、まあ、なんか、その後、まあ、キャンプは行かなかったんですけど、うん、キャンプ終わって、ルヴァン始まる1週間前ぐらいに、うん、西登録して。西登録して、で、ルヴァン、出たじゃないですか、鹿島線。出たわ。あれが、あれで、その前日に島くんと温泉で会って、うん、鹿島のアウェイか。あ、そうそうそう。の、あの、ホテルの温泉か。ホテルの温泉で。あー、なんかあった気がするわ。その時、そう、スタメンだったよ。スタメンでした。で、45分で帰られて。あ、そうだ。変わって。で、怒られてたね。ボロクソに怒られて。サッカーやめたろうかなって思ったぐらい。あ、覚えてる覚えてる、はい。覚えてる。結構もうあれは印象的でしたね。で、だから高3になるタイミングでもうトップ契約したんだっけ、プロ契約。高3になるタイミングで。はい。で、プロ契約して、その高3の冬に、ドイツに、うん。あ、そうだよね。え、だから、え、そのさ、バイエルンに行くきっかけは何だったの？行くきっかけは、まあ今の僕の代理人が、うん、まあ僕を見つけてくれて、うんうん、まあ僕を、まあ勝手にって言っちゃあれですけど、うん、勝手にバイエルンに売り込んでくれたんですよ。うんうん、それでまあバイエルンは、ちょっと興味を持ってくれたっぽくて、うん、それでまあ練習参加来てほしいっていう話をもらって、で、練習参加に行ったって感じです。それはトップチーム？トップチームじゃなくてセカンドです。セカンド。はい。だからセカンドは4部だよね。4部です。え、実際どう？レベル的には。その B チームは。全然やれますね。はい。日本の J1 の方がレベル高い。全然高いっす。あ、そう。はい。え、で、だから、招集かかったら、はい。A チーム行って練習して、はい。え、でもトップチームとかさ、だからプレミアとか超過密日程でさ、はいはい、グアルディオラがなんか怒ってたりするじゃん、ね、はいはい、バイエルンもそんな感じなんじゃないの？そんな感じです。もうだから練習なんてほとんどできないみたいな。そんな感じですね。だから試合の次の日にまあメンバーというかベンチの選手が、うん、まあ、対人やるぐらいですね。強度が高い選手は、うん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 、あ、だからそこに混ざったりするのか。はい、そこに混ざったりが多いですね。あ、でもさ、すごいメンバーでしょ。はい、すごいメンバーです。もう各国の代表クラスしかいないじゃん。あ、はい、そうですね。誰すごい？いやー、でもやっぱ同じポジションとしてキミヒはすごい。はい、えげつないなって思いますね。いや、なんかもう常にゴールのアシストの一個手前にいるみたいな感覚ですね。今どこやってんの、キミヒは？今アンカーですね。アンカーの、はい、利き察知能力もすごい、すごいですし、身体能力もすごい、身体能力もすごいですね。うまい、うまいです。絶対失わないんで。あ、そう。はい。え、人間的には結構なんか、めちゃくちゃいい人っす。あ、そう。荒いイメージなんだけど、そのことめちゃくちゃいい人っす。だから向こうに嫌な人とか一人もいないっす。あ、そう。まあ、みんないい人で。はぁ、ミュラーはどうなの？ミュラーもめちゃくちゃいい人っす。本当にいい人っす。僕自体、自分から、まあ、ドイツ行って、喋りかけるとかも、まあ、日本よりは少ないんじゃない？少ないんで。うんうん。確実に。でも可愛がってくれんの？なんか日本から来てさ、いじられたりとかさ。ちょっかい出してきたりする、してくれる人もいます。日本、どうしてんの？俺はドイツ語で聞いてます。わかる？まあ、サッカーとかはだいぶわかるようになりました。うん。初めとかテンパるでしょ？初めとかはもう、はい、全くわかんないです。そうだよね。何言ってんだって。話せる？もう。まあ、片言。日常会話は問題なし。日常会話は、まあ、注文とか上でできる。うん、買い物一人で行ける。今はさ、はい、その、B チームはさ、はい、ポジションどこで出てんの？ボランチ、アンカー。システムは何？まあ、433、もしくは4231。のボランチ。のボランチ、アンカー。やっぱそこなんだ。そこです、ね。もう一個前なイメージするけど、俺は。そうですね、でも、どっちでもまあ僕的にはいいんですけど、うん、
まずチーム的にはそっちがいいっぽくて。じゃあトップチームのそこ。そこですね。ポカールもそこでいた。はい、そこで。どう、ドイツでは何求められるの？まあやっぱりキュアの部分は、もともとできないじゃないですか。キュアの部分とか弱い方なんで。球際のとこ？はい。うん、とか、うん、守備のところとか。うん。できなかった、できないんで。まあ。できないことはないでしょ。できないこともないですけど、苦手というか、うん、まあ自分の中では結構課題ではあったんで、うんうん、そこは絶対ドイツで身につけれるなと思って、行って、うん、まあそこの部分はだいぶ、まあ人並みぐらいにはなったって感じです。攻撃のところは、まあやっぱり、まあ太一がいっぱいボール触って、ゲームを作ってほしいっていうのは言われますね。うんうん、それさ、A チーム行くじゃん。はい。トゥエルにさ、なんか言われて一番残ってる言葉がある。でもシンプルでいいって、アンカーとか、うんうん、もうシンプルにはたいて預けて、うん、っていうので全然いいかなって、うん、怖いのやっぱトゥエル。いや意外と怖いってみんな言ってるじゃないですか。ちょっとこう、はい、頭狂ってるじゃないけど、はい、意外とそういうイメージでいたの、うん、いたんで、うん、どうなのかなって思ったんですけど、うん、意外と、まあ、なんかさ、まあ、試合中とかは結構、まあ言うのは言いますけど。なんか言ってるイメージなのよ、はい。はい。練習中とかはもうボールに座ってひたすら見てるって感じです。あ、ボール座って見てんだ。はい。あ、で、ヘッドコーチが、ま、練習して。はい。ヘッドコーチが基本練習する。ちなみに、はい、ドイツで YouTube 見れるの？ドイツで YouTube 見れます。もちろん。もちろんもう毎回。毎回見てる。はい。うん、毎回もう。はじめ。更新されたらすぐ見ますよ。はじめちょっと YouTube 出てよって言った時、ちょっとためらったじゃん。はい。恥ずかしい。恥ずかしかった。恥ずかしいです。まあでも慣れすぐ、なんかすぐ慣れるでしょ。まあただ喋ってるだけなんで。そうそうそう、そう、はい、ヨシキのも見た。もちろんですよ。いや、やっぱヨシキのさ、はい、活躍とかさ、はい、そうです、ね、まあいつも前十字やっちゃったけどさ、はい、やっぱ刺激になったでしょ。いや、もちろんですね。すげえなーって思いますもん。うん、そうだよね。はい、なんであんな自信持って。代表オリンピック、はいはいはい、はどうなの？意識してる？まあもちろんそこは今一番の目標ですね。中心選手は誰なの今のところ？まあ、藤田ジョエル。うん。まあ、やっぱそうなんだ。中心ですね。はい。え、あの、久保選手とか出れないんだっけ？は出れます。あと、まあ、細谷真央。ああ、レイソルのね。はい。うん。まあ、クリュー、松木クリュー。うん。同い年？一個です。うん。あと、ハンダリック、ガンバのサイドバック。まあでもあれだね。あとオーバーエイジが誰か、誰呼ぶか、ね。はい、どこが、っていう感じですね。いいね、楽しみだね。はい。どう？実感的にはありそう？いや、まだ物足りないですね。あ、そう。はい。行きたいですね。行きたいよね。どれぐらいのペースでトップの練習には参加してんの？でも、今シーズンとかこの半年間は結構多かったですね。まあ月に、まあ絶対、一回は行く。月1位は少ないですけど、うん、まあ、もっと行ってるって感じです。ね、困ってることある？なんか。まあ、言語。うん。うん。は、まあもちろんそうですけど。うん、今、ドイツ、日本人って誰、なんかそこの選手と、あ、大地とかさ。大地くんは会いました。大地くんでも車で2時間くらいかかるんで、はい。よろしく言っといて、大地に。はい。大地に YouTube 出てって言って。わかりました。大地、大地出てね。え、じゃあ、まあ、でも2時間だったらもう会えない距離じゃないか。そうですね。はい。あとあれか、奥抜くんとかも言ったのか。そうです。はい。でも、会ったことはないですね。じゃあ、ドイツで日本人同士の交流とかもそんなないんだ。僕らのところは、基本的に少ないんで、うん。うん。そんなに会えないですね。なんか、寂しいの。ホームシックはなってない？いや、もうずっと寂しいです。ずっと寂しい。はい、ずっと寂しいです。え、ちょっとさ、ケイン。はい。ケインどう？いや、もう、いや、マジ決めるっすよ。やっぱ練習中からすごい。はい。とりあえず、もうな、常にシュート狙ってるんで。うん。でもまあ、試合中ぐらいの、いげつねーっていうのは、意外と あの、海外の選手ってなくて。なんか俺もそのイメージ。なんか練習とか、はい、もうほんとこう、はい、コンディション合わせみたいな。そうですね。で、試合で、とんでもないプレーしちゃうみたいな。そんな感じです、ほんとに。何なんだろうね。あれが何なのかわかんないです。100% で練習もやってるんですけど、うん、試合になると 300% ぐらいになるんで。なんかやっぱ、要所分かってんだろうね。はい、サッカーのさ。オンオフの、なんていうんですかね。ここっていうところの。パワー使うとことかさ。トップは、毎試合どれぐらい入んの？ホーム。8万。あ、8万入んだ。7万後半。8万ぐらい。え、それは毎試合、やっぱ、行ける試合見に行くの？いや、行かないっす。あ、行かないんだ。もう人多くて、
もう夜も遅いして、テレビで見れるんで。どれぐらいなの、スタジアムまで。スタジアムまでそんな遠くないですけど、今4部でリーグ戦がこれから後期に、後期が始まると。はい、そのでやっぱスカウトとかいっぱい見に来てるわけでしょ。もちろんそうですね。どの試合も各国から、はいはい、だからやっぱチャンスがあればって感じだよね。はい、はい、まあ、できるだけ上のカテゴリーだったり、そうですね、まあ、違う国だったり、はい、行けたらまあいいなーって。そうだよね、はい、ドイツの4部で試合に出るより、はいはい、他の国の一部だったりさ、そうですね、でプレーできた方が、はい、まあその国にもよるんだろうけど、まあでもそれ難しいね。またさ、新しいチームにじゃあもしチャレンジするってもしなったとして、はいはい、また一からさ、はい、まあ、だから一番手っ取り早いのはもうバイエルンで、はい、トップに上がっちゃう。トップ上がっちゃえば、はい、一番手っ取り早いです。もうそこ目指そう。はい、どう、手応え的には。手応え的にはないです。ない。いや、わかんないよ。バイエルンに行く当初はまあそもそもトップに関われるかなんて、うんうん、まあ、思ってもなかったんで、うんうん、まあ、僕の中では手応えは結構ありますし、うん、うん、まあ手応えあんの？そうです。まあどうなのかなっていう。それは何、手応えっていうのは？まあ、見てくれてるっていうのはあるんで、うん、まあ、本当にチャンスだなっていうふうに思いますし。いや、チャンスだよ。はい。すごいよ。すごいと思う。機会絶対ないと思うんで。ないない、うん、まあ狙うべきだよね。はい、狙う、そこを目指すべきだよね。はいはい、もちろん、そうですね。狙わないといけないなっていう。そうだよね。はい。いや、ちょっと、頑張ってよ。なんか少しでも、はい。そうだね。いいニュース届けられるといいと思ってます。そうだよね。じゃあ最後、これ多分サガン鳥栖サポーターがほとんど見てくれてるから。はい、そうですね。え、どうなの、鳥栖、はい、にはさ、はい、やっぱ、ヨーロッパで、一通り終わったら、はい、帰ってきたい。いや、そうですね。帰ってきたいと思って。って言いながら絶対、すごい、すごい年俸出すチームに行くんだろ、どうせ。なんかいつか、鳥栖でさ、はい、はい。まあ、そうですね。活躍できたりとかさ、はい、やっぱトップチームでプレー、ほとんどしてないじゃん。はい、そこが、まあ僕の中で、まあ心残りがあって。そうだよね。はい。うん、まあ、まあ、ジュニアのから育ててもらって。小 4? 小3ですね。小3から。はい。から、まあトップチームで活躍して、どっかに行きたかったっていうのは、まあ一番あったんで、うん、まあそこの部分は、まあ正直悔しいですけど、うん、まあ、まあこれから返せるものはたくさんあるなと思ってるんで、うん、まあ、もう一回戻ってきてほしいって言われるような選手になりたいなと思います。そうだね。はい。まあサガン鳥栖では、まああまり、まあ皆さんに印象残るような結果っていうのは、まあ、残せなかったっていうのは僕の中で、まあ、心残りであるので、ヨーロッパで、活躍して、皆さんにいいニュースをたくさん届けられるように頑張りたいと思います。まあ、引き続きサガン鳥栖と、まあ、福井太一をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。はい。とりあえず、ご飯行ってきます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。